こんばんは、篠宮夏樹です。予定は駅名とともにということで、今回は2019年 JR 西日本の元日乗り放題切符を利用しての動画の2回目になります。1回目ではですね、新幹線を利用して富山駅から金沢駅まで来ております。で、今回はね、ご覧のようにサンダーバードを利用して金沢駅から新大阪まで向かうことにします。で、この乗り放題切符はグリーン車対応のものを今回ね使っていますので、サンダーバードもグリーン車に乗車します。まあ、窓のね、外側から眺めたことのある座席ですけど、なかなかね座るのもこの部分に入るのもまあ初めてで、で、前にね乗った新幹線のグリーン車もそうでしたが、このライティングがね、ちょっと暗めになっているのがどことなく高級感をね漂わせているような気もしますね。やはりね、サンダーバードも登場してもうだいぶになりますんでね、どうしても、まあ、ちょっと古いなという印象はね、まあ、感じてしまいました。で、お客さんの状況なんですけどね、元日この9時スタートのサンダーバード、まあ5人車満席でしてね、予約を取る時もですね、最後の一席をね、取ったような感じで、まあなかなかねお客さんが多かったもんで、カメラをあまりね5人車内では回すことはできませんでした。ご覧の様子はね、まあ電話のスペースなんでしょうけども、ここにねもうスーツケースがね、まあ当たり前のように置かれてまして、これは荷物置き場として使うのはもう当たり前なんですかね。まあ私はちょっと初めてなんでね、わからなかったんですけど、ここは洗面台ですね、なかなか綺麗になってました。まあどうしてもね、年末年始の旅行客が多い時はね、まあああいうね大きい荷物を置くスペースっていうのはね、まあ必要なのかもしれませんね。ハンドソープまでねあったのはちょっとびっくりしたんですけどね。はい、でこちらは男性用のトイレですね。なかなかね、どうしても窓際の座席をね、取ることが多いんで、まあ、車内をね、歩いて、ちょっと様子を見るっていうことをね、まあ、昨年はあまりしてこなかったんで、まあ、今年はね、なるべく旅行先で、特急とか、まあ、列車に乗った時ですね、その車両の設備なんかもね、ちょっとじっくり見てみる時間を取ろうかなと。まあ、今回ねちょっと思いました。ほんとね座席座りっぱなしっていうのがね多かったんですよね。さて、2時間ちょっとの乗車、サンダーバード新大阪に到着です。今度サンダーバードに、ね、乗る機会があるときはもう少しゆったりした乗車やってみたいなと思いますね。とはいえサンダーバードはすごい人気なんでね、お客さん多いんでそれはなかなか叶わないのかもしれません。
はい、お疲れ様でした。勝手知ったる新大阪に到着しました。金沢からね、サンダーバードに乗りまして、新大阪まで来たわけなんですけど、グリーン車ほぼ満席でしてね、なかなか状況あまり取れなかったのはちょっと残念かなとは思いますが、さすがグリーン車だなという座席に座りまして、ゆったりね、新大阪まで来ることができました。ちょっとね、駅メモ上残念なことがあって、サーバーがね繋がらないらしくてですね、全然ねチェックインがあの鯖江のあたりから、今現在新大阪近辺でもね、よく落ちてねチェックインができないです。さて今からですね、また新幹線に乗って次の場所へ向かいますけど、そこでね、ちゃんと復旧してくれるんかなっていうのが心配ではありますけどね。とりあえずサンダーバードの乗車でした。ご視聴ありがとうございました。